一仕事してやろう。どれが欲しい？こいつなら敵なしだ。大事に使えよ。こいつなら敵なしだ。また来いよ。空は晴れないし、妙なものが浮き始めて。ですね、こちらが各地から届いた品です。こちらの品ですね。また来てくださいね。よう、クライブ。はい、どうぞ。閣下、少しお時間を。何があった？灰の大陸へ向かわせた我らの一翼、そのものからの知らせが途絶えておりまして。なぜ灰の大陸なんかに？かの地に定着する救世主信仰がマリアス教の流れを汲んでいると判明したのです。あれの信仰対象はアルテマ、故に何かしらの手がかりを得られないかと。灰の大陸は危険な場所だ。犠牲が出ることも分かっていたはず。ええ、我々も聞き及んでおります。そのため我らの中でも武術に長ける教団の第三席を送り込んだのですが、最後となった知らせを見るに、ただ命を落としたのではないように思えます。閣下であれば彼の地で戦い抜く術を心得ているご様子。どうか第三席の捜索にお力添えをいただけませんか？わかった、行ってこよう。その者の行き先に心当たりは？知らせによれば第三席が最後に立ち寄った村に救世主信仰の信徒たちが集っていたとか。名をミッケルブルク、ウォールド王国の南方にあるようです。おそらくそこで何かが起きたのではないかと。すぐに現地へ向かおう。ご厚情痛み入ります、閣下。ではお気をつけて。不死鳥の炎の絶えんことを。
行くぞ。行け。ここがミッケルブルクだろうか。ありがとう、アンブロシア。人がいる。こんな場所に生き残りが。これはお前さんも呼ばれたのかね。呼ばれた？いや、別の用があって来たんだ。まさかこの辺りに人が生き残っているとは思わなくてな。そうか。あんたたちはこの村の住人なのか？ああ、わしはな。他の者は呼ばれてきた者たちだ。彼らは何をしているんだ？儀式だよ。かつてバルナバス様がもたらした古き教え。ここはその祈りの場なのだ。救い主様の手でわしらはアカシアへと生まれ変わる。何だと？ああ、どうか私たちを無垢なる存在に。救い主様、我々にアカシアの精を。属世の苦しみからお救いください。これが救世主信仰だとでも？一つ教えてくれ。この村に装束姿の男が来なかったか？ああ、彼には世話になっている。今はこの奥にある家におられるはずだ。すまない、邪魔をしたな。アカシアになることが救いだと。今は第三石を見つけるのが先か。奥の家へ行こう。我は装束姿の彼ならば今はこの。不死鳥教団のものか？それは幽閣様のブローチ。もしやクライブ様では？ああ、そうだ、教団の第三席だな。ええ、いかにも。シリルに頼まれてお前を探しに来た。さようでしたか。申し訳ございません。閣下にまでご面倒をかけてしまうとは。知らせが途絶えていたそうだが。この村で果たしたいことができてしまったのです。我が主命よりも重んじたいことが。村人たちの祈りをご覧になったでしょう。彼らは休むことなく神への祈りを捧げ続けています。神に日ごと祈りを捧げ、我欲を捨て無垢なるものへと生まれ変わる。その日を待つ。無垢なる存在になりし時、救い主はその手を差し伸べるであろう。
この教えを信じて。私は救世主信仰を調べるうちに彼らに出会い、信仰の深さに胸を打たれました。どうしてもその願いを成就させてあげたい、そう思い、彼らの手助けを。これがたとえ教団の戒律に背くことだとしても。願いを成就することがどういうことか分かっているのか？はい、理解しています。彼らの願いとは、すなわち自我を捨てアカシアになること。閣下には信じがたいことかもしれませんが、彼らにとってはそれが救済であり信仰ですから。そうだ、調査の件でしたらご心配なく、こちらの報告書にまとめてご用心ください。外で何か起きたようです。俺が様子を見てくる。ここで待ってろ。これはエーテルだまりが。くそ、今行く。そんな時に奴らまで。一気に叩く。あっ、そこか。厄介な奴が出てきたな。すぐに肩をつけてやる。
クソ。大丈夫か？おい、しっかり。村人たちはアカシアになることを心から望んでいる。それが救いだと信じていたから。私も同じ。何もかも失った私にとって、不死鳥教団こそが全てだった。だから分かっていても、彼らが信仰に準ずることを否定できませんでした。ただそれだけ。申し訳ございません、閣下の大手を煩わせて。こちらが調査をまとめたもの、どうか雄筆様に。ああ、確かに受け取った。見てください、彼らは救われた。彼らは救われたか。シリルに報告しなければ。お戻りになられましたか。ご無事で何よりです。第三席から調査報告書を預かった。お前に渡しておく。陳謝いたします、閣下。して彼は？死んだよ。ミッケルブルクで異物の襲撃を受けて丁重に弔ってきた。さようでございましたか。あの村にいた救世主信仰の信徒、彼らはアカシアになれば救われると信じていた。人の身を捨てることが救済となる。第三席はそんな信徒たちのために命を落としたんだ。願いを叶えてやりたいと言ってな。そしてそれは叶えられた。人らしく生きるということは人らしく死ぬことを意味します。シドが言っていたな。人として死ねる場所を作りたいと。自らの死にいかなる意味を与えるか、それを決めることができるのは当人だけ。誰に後ろ指を刺されようと、誰に理解されまいと、そのものの選択であるならば、それが全てでしょう。不死鳥教団の教えを信じ、守り、準じる。それが我らの生きる意味でもある。だが彼は教団の信仰ではなく、村人たちのために死んだ。
お前たちにとってそれは許されるのか。彼は最後に自分を信じ、自分の思いに準じた。これもまた一つの信仰のあり方。何より人として本望であったと思います。そうか、シリル、あの者の名を教えてくれないか。これまでに見落として殉教した教団員たちの名も、知りうる限りの人々の死を、彼らの思いを覚えておきたい。俺の大義のために。承知しました。早急に名簿をご用意します。根性の宗主ジョシュア様に陣謝を。我ら赤翼の塔、誠良き務めを賜りました。閣下、どうぞお心のままに対岸を果たされますよう。それが命を落とした同胞への最上の鎮魂となりましょう。気をつけていってらっしゃい、クライブ。胸がざわざわしてくる。薄気味悪いな。無事に戻られて何よりです。スワに向いてると。しかし いよいよだな。俺たちだってそうさ。勝てよ、クライブ。やあ、クライブ。執行ありえんは。楽しい時間だったよ。くれたんですね。支援品の確認ですね。時々覗きに来てくださいね。支度はできたの？行ってらっしゃい。ご用向きでしょうか、クライブ様。隠れ家の方たちは皆親切で、ここに。ドリスお姉ちゃんがね、このお家まで連れてきて。これまでいろんな男性を見てきたけれど、私にとっての一番は。頑張れよ。
空に浮いてるあれ落ちてこないよな。まさか。よう大将、せっかくマザークリスタルを全部壊したってのに、今度は妙なものが空に浮かぶとはな。ついでにあれもぶっ壊したらどうだい。よく見りゃマザークリスタルに見えないこともねえしよ。シドニー、お外の話聞きに行かない？また出かけると聞いたわ。どうか無事で。がいいわ。幸せな結末にしてね。無事に戻られて何よりです。シド、植物園を私どもが何とか守ってみせます。新しい黒の一体ってことを忘れるくらいいい香りの花ですね。心配しないでくださいね、マデルさん。何があっても僕が最後まで面倒を見ます。各地にいる協力者たちもで食な何か用かい。頑張って。シド、僕ね、いっぱい動物の友達できたんだよ。それで思ったんだ、僕大きくなったら旅に出る。もっといやクライブ、ああ頑張っといで。今日はどうする？ほらもういいの？まだ大きな仕事が残ってんだろ。デッキにいたのがディオン殿下なの？あのザ…おかえり、シド。見て見て、このパンすっごく美味しいの。今ダリミで出大人気なんだって。石の剣の人が買ってきてくれたんだよ。こいつはドレイクファングパンじゃないか。なんだ、知ってたの？いい匂いだな。何を食ってんだ？このパンすっごく美味しいよ。オットーも食べてみて。なんだこのパン、確かにうまいが中はスカスカじゃねえか。当たり前だよ、ドレイクファングパンだもん。支度はできたか。そう。アナベラ。クライブよ。ああ、しっかりな。話をしようか。お主の話はわしの好奇心を刺激してくれる。このことをまだ書き留めてなかったの？
暴録を見たいのだな。また外の話を聞かせておくれ。兄さん、父上の兜は兄さんの部屋に置かせてもらったよ。僕らの戦いを父上にも見届けてもらおう。そうだな、最後まで頼むぞジョシュア。うん、任せて。シド、無事に戻ってくる。クライブ、いつかお前をとことん酔わせてやるからな。飲み比べならいつでもかかってこい。ただしお前が潰れない範囲でな。涼しい顔してられんのも今のうちだぜ。俺様秘蔵のきっつい酒をお前の部屋に置いといた。今度飲むときはあいつで勝負だ。楽しみにしておこう。イフリートか。気分はどうだ。悪くはない。不思議なことがあるものだ。このような状況で恩師と再会することになろうとは。あの方と話す機会を設けてくれたことを改めて感謝する。大したことはしていない。もう一度あの美しい花を見ることができればいいが。オリジンにはいつでも立てる。手はずが整ったら出発しよう。ああ、分かった。この臭みがいいんだよ。クライブ様、イーストプールのことを聞きました。種火の守り手や宿場のベアラーたちがイーストプールへ移住したようですね。ああ、だがこれからが大変だろう。イーストプールは思い出の場所なんです。叔父が亡くなった後、あの村では叔母のハンナが一人で暮らしていました。二人には子供がいませんでしたから、実の子のように可愛がってもらったのです。オスカ、ウェイド教の手伝いに行くといい。よろしいのですか。今の私はクライブ様の従者。ここを離れるわけには。厳しくするとは言ったが、墓参りまで禁じるつもりはない。マドック夫人にちゃんと挨拶をしてこい。はい、わかりました。クライブ様、本当にありがとうございます。クライブ様、本当にありがとうございます。
クライブ、ちょっといいかしら。どうしたんだ。あなたに受け取ってほしいものがあるの。飾り布？オルタンスがくれた布で作ったのよ。クライブが好きな色だから、ぜひ使ってって。彼女きっと知っていたのね、私が縫おうとしていたこと。そうか、ありがとうジル。でもどうしてこれを。戦に向かう騎士にお守りを渡す習わしがあるんですって。大切な人を思って縫った手作りのお守りをね。赤は決して燃え尽きることのない絆の色、まるであなたたち兄弟みたいに。だから一針一針思いを込めて縫ったわ。二人の絆が永遠であるように。この飾り布を手にすると心強さを感じる。そしてあなたが必ずここに帰って来られるように。だからそれまで持っていてね。ああ、最後まで大事にするよ。何か飲んでく？まあ素敵、太っ腹ね。はいはい、みんなシドがおごってくれるそうよ。今日は目いっぱい飲み食いしちゃって。いつでも飲みに来てね。